県立柏原公園野球場の愛称が7月から里薬スタジアムに変更されることになりました。里薬品工業株式会社によりますと、県立柏原公園野球場の愛称を7月1日に現在の里薬品スタジアムから里薬スタジアムに変更します。柏原市に本社を置く里薬品は、県と来年6月まで球場のネーミングライツ契約を結んでいます。 4月から会社のブランドとして里役を導入しており球場をひらがなでより親しみやすい名称にすることでスポーツを通じた地域貢献に取り組んでいくとしています。